おはようございます。私の方からは、今日はございません。ご質問どうぞ。幹事社会です、ね。はい。外資規制の見直しをめぐりまして、昨日有識者会議の検討会の初会合が開かれました。検討会の議論を踏まえて、法改正などのスケジュール感など、今後どのように見直しを進めていくお考えか、大臣のお考えをお伺いします。まあ、国家安全保障に関わる重要な問題なんで、今回の問題を起こらないようにしっかりと制度設計を行っていく必要があります。まあ、これは外資規制というものを確実に把握できる制度に改めなければなりませんし、この規制審査に係る担当部署というものを明確に設置していかなくてはならない、このように思っています。まあ、そうしたことによって、審査体制の改善を図った上で、規制に違反した場合の対処のあり方、また、この全体的に外資規制とはどうあるべきか等の検討を進めていきたいと考えております。こうした考えを踏まえて、第1回の会合では有識者会合の構成員の皆さんには、私の方からは法改正も視野に入れて、多角的な観点から丁寧に検討いただいた上で、年内に一定の方向を示していただくよう整理をお願いしたところであります。幹事社会以上です。各社どうぞ。三池さん。三池先生、電波政策懇談会の方で携帯のプラチナバンドを含めた既存の周波数帯の対応割合と議論を進んでいますが、大臣のお考えと今後の対応を教えてください。はい。6月14日開催の電波政策懇親会懇談会のワーキンググループでは、携帯電話用のすべての周波数帯について割り当て済み周波数の再割り当ての一般的な仕組みが議論されたと承知しております。デジタル変化が進む中、電波のさらなる有効利用を図ることは重要であり、周波数の固定化への対応が課題となっています。まあ、今後本懇談会において議論をいただいて、夏ごろをめどに具体的な方策を取りまとめていただきたいと考えております。テレビ朝日さん。テレビ朝日です。日本の AM ラジオ局もですね、FM の移行について今日もその方針発表することになりますが、大臣の受け止めと、こうした方針に対しては大臣の大臣の総務省の対応状況ですね。まあ、具体的な内容を承知してないんですけども、まあ、コメントは差し控えたいと思いますけども、その上で民間ラジオ放送事業者の AM から FM への転換について、令和10年度より本格的に実施可能とする考え方を昨年12月に公表しております。聴取者の皆さん方のご理解を得ながら進めていくことが最も重要と考えておりまして、令和5年度から開始する AM 放送を先行で停発する実証実験を通じて、さまざまな課題について検証してまいりたいと考えております。野党4党が内閣不信任案を提出しましたが、その受け止めとして、あと、まあ、これに対して粛々と否決すべきか、もしくは解散すべきか、もしくはお考えとございましたら、総理大臣の専権事項でありますので、ご理解いただきたいと思います。